ッションコントロールより発令。これよりマグネットコーティング稼働実験を開始する。ガンダムは待機モードへ移行。速やかに待機モードへ移行せよ。了解。待機モードへ移行する。マグネットコーティングの性能が予定通りなら、ガンダムの動きがさらに加速されるはずだと。この後、本気動体制の感想もありますよね。あんまりスピードが上がると、乗っているポジションが持たない人が。変更ダンパーツが正常です。ガンダムのコストの解消クリア。問題ありません。現在のステータスを報告せよ。両足の減速機の摩擦抵抗も目標値に収まっています。このマグネットコーティング組のパーツや乾燥が全関節で完了すれば応答性も倍以上になる。そういえば、オリジナル AI のシステムの不具合、最近収まったんだろう。そうらしいですね。システム開発チームの吉田主任も、プログラムが安定してきたって言ってましたよ。そうお願いしたいね。ミノフスキーフライト事件の時は、もうさすがにダメかと思ったんだからな。
RX78F00 の高機動モードの設定データは
ファクトリー内のアカデミーで見学することが可能です。どうぞ、こちらもご覧ください。